はい、それではラジオもどきやっていきたいと思います。今回の話題はどうしましょうかね。口内炎の話でもしましょうか。結論から言いますと、今口内炎ができて痛いです。噛んだんですかね、ちょっと唇の裏側ぐらい、前歯の、中心から左に3、4本ぐらいの位置のところでちょっと腫れてまして、多分何かの拍子に噛んだが、衝撃を加えたからでちょっとできてしまって、かれこれ3日間悩み続けております。口内炎半年ぐらいできてなかったんですよ。噛まないし、そう、口の中が清潔に保てている証拠だったんですけどね。ただね、治らないんですよね。 困ったことに 結構これ辛いんですわ。醤油しみるしね。何食ってもこれ当たった時やべえですからね。さっきちょっとドーナツ食べたんですけど、そのパリッと焼けてるところが口内にブサッて刺さって、もう痛いし、私が前回ラジオもどきでね、この愛おしいまでのこの私の感情あふれんばかりの愛をお伝えしたヨーグレットについても破片が刺さって痛いし、でろくなことがないですね。そんな口内炎ですが、皆さんはどうやって治してますかね。まあ私の今回はそのおすすめの口内炎対策をね、お教えしますとですね。まあ寝るのが一番っちゃ一番なんですけどね、ぬる口内炎の薬ってあると思うんですけどね、ケナログってご存知です？ケナログ。あれ効きますよ。ケナログっていうのは、ですね、大体ちょっとオレンジ色のケースに入ってるんですかね。オレンジ色のケースに入ってる塗り薬。材質としてはちょっとドロッとした感じの、ツヤツヤした感じじゃない。いわゆる歯磨き粉が例えばツヤツヤしたやつだとすれば、ちょっと固めのゼリー状といいますか、ゼラチンというか、そんな感じのやつでして、塗り方としてはかなり極端で分かりやすくてですね、その濡れてる状態のところに塗りたくろうとしてしまうと、うまく乗らないんですけど、ティッシュとかで軽くその口内炎のところの水分取ってやってから塗ってやると、もうすっげえフィットするんですよ。もう剥がれない。もう口内炎と添い遂げるばかりの、添い遂げんばかりかといったところか、すっげえフィットしてね、寝るまで持ちますね。結構ね、へばりついてくれるんで、そういう意味では他の薬よりおすすめかなと。滑らかなタイプだと結構寝てる間に口動くと思うんですよ。多少はね、多少は気になるしね。なんだかんだ口の中に異物が入ってるわけですから、唾液も結構出てきてしまうし、それで結局流れ落ちてしまうとかね。そう、その唾液溜まってくると、飲むなりするじゃないですか、やっぱり寝てる時とかね。その過程でちょっとずつその薬も一緒にみたいなところもあるんですけど、そういった点で見てもケナログはね、なかなかその道連れしないのでおすすめですね。あとはですね、ハロ薬っていうのもあるんですよね、口内炎にピタッと。それはね、あれは結構個人差あるんだよな。効くやつもあるんですよ。ちょっと忘れてしまったんですけどね。ただ、ハル4の薬も、その自分に合った薬見つければあれ抜群に効きます。覚えてないのが辛いところなんだよね。結構あったけど、もしかしたら病院でもらったやつかもしれないけど。なんかパッケージじゃなかったけどね。ただそれ貼ったら1日で治ったんですよ。1週間治らない、ウィーってなって、で、物色して見つかったその薬使ったら1日で治ったんで、もうあれはもうあれかな、劇薬じゃないかな、かなり危険なんじゃないの。口内炎があったところの細胞を丸ごと全部取り除いたんじゃないかっていうぐらい、一気に治ってしまって、ご飯を食べれて幸せでしたけど、それぐらいにはフィットした薬もあるということですね。先ほどケナログをおすすめしましたが、それ以外にもね、おすすめの薬とかは、やっぱりそれぞれの体に合ったものを使うのが一番なんでね。口内炎ができたら、口の中のね、清潔に保って薬塗って早く寝ましょう。私は今日も夜更かししたいと思います。で、そうですね、もう時間としては結構口内炎だけで5分間喋れるものが、結構いいところまで行きましたので、今回はここで区切りたいと思います。ありがとうございました。